ございます。おはよう、やほやほ。かわいこ発見ありがとう。おはよう。ねえみねえ、おはよう。かわいこ発見ありがとう。おはよう。おはちゅんちゅんです。おはよう。今日起きた時間は、8時じゃない間違えた。ちょっとやばい、まだボケてる。6時55分に目覚めて、起き上がったのが58分。約2分で準備しました。でもね、びっくりしたの。なんか、あ、今日も目うるうる、かわいいってありがとう。今日びっくりしたんだけど、なんか目覚ましかけてたわけですよ、はるちゅん。でもなんかマナーモードになってて、マナーモード解除したのに、なんかそのギリギリまでを攻めすぎたのかわかんないけど、ギリギリマナーモードになってて、こう完璧にいってない状態。それなのにあれで起きれたの、すごくない？眠りが浅かったみたい。めっちゃ眠い、めっちゃ眠いんだけど顔は眠くないみたいな感じだよね。顔は全然眠くなさそうな顔してる。え、すごいよね。そう、振動だけで起きれたんですよね、携帯踏みつぶしててよかった。踏みつぶしてたのかな、なんか携帯を持ってたおかげなんだよね。携帯が顔の近くにあったおかげで起きれた。あ、今来ましたってありがとう。おはようございます。おはよう。あれ、なんか固まった。あれ、ワイのショールーム固まっちゃった。まあいいや。うちの iPhone くんマナーモードでもアラーム鳴るよって。すげえ。え、なんで、なんでですか。頭いいじゃんそれ、天才だと思う。はるちゃんの無理だ。俺もマナーモードにしてしまってて、15分も寝坊したってやばいね。でもちゃんと起きれたならいいやん、いいやん。めっちゃ固まったんだけど、 iPhone じゃないな。ちょっと待って、回転させて。よし、ここにした。充電は、あ、でも結構あると思う。わかんない、これ何パーなんだかな。 Y は 89% 今 iPhone。 iPad 何パーかわかんない。おはよう。この後何もないよ。この後の予定は、誰かに会いに行こうかな。怖っ、誰かに会いに行くって。うん、ね、目
バーと遊ぼうかな。そんな予定立ててないまだ。あれ、ひなたん事務所移籍するみたいだねって。え、そうなの？え、ひなたんってあの私が知ってるあのひなたんですか？あの本間ひなたさんのひなたんですか？え、え、ほ、あ、え、そうなの？え、知らん、え、知らなかったです。え、どこ情報なのそれって。え、ほんまやで。え、どっち、え、なにこれ、ほんまやで、ほんまやでほんま、うん、あ、でも両方そういう意味か。え、そうなの？おはようございます。ニュース出とるやろって。え、知らなかった。え、あれ、そうなの？ニュース。え、なんでそんな情報早いの？みんな、みんな、なんでそんな情報早いの？私より早いじゃん。え、そんな知らなかったよ。今起きたんだよ。今調べたら出てきた。え、ちょっと待って、はるちゃんも今調べてる。え、早いな、みんな。今はるちゃんニュース X 見てたら嫌でも流れてくるって。それね、はるちゃんは見てないからさ。え、待って、え、はるちゃん出てきてないよ。ニュースって何のニュース？新聞か。難しいな。はるちゃんまだ出てきてないよ。どうやって調べればいいのかな。あ、ほんとだ。あ、ここで、おお、ほんとだ。本当だ。今あの日刊スポーツさんの記事見た。ヤフった、ヤフった。あの NGT のニュースにはなかった。だからちゃんとあの本間ひなたって言って調べた。ひなたさんの名前で調べたら出てきた。本当だ。なんかね、あのね、びっくりだね。頭がちょっとまだ働いてなくてさ。すごいですね、これは。アーティストさん調べを。ヤッホー、かわいい子発見、ありがとう。おはよう。ほうほうほう、かい。やばい、まだ全然頭働いてないかも。ねえ、ヤッホー、みんな、おはよう。おお、ほう、ほうほうほう。ああ、すごい。え、私のさ好きな YouTuber さんがさ勢ぞろいしてる。
で、私の好きな YouTuber さんがいっぱいいる。すげー、すごいいね。あ、ウームさんの関連会社さんなんだ。だからか、今びっくりした。そういうことね。え、すごいですね。あ、そうです、あの日向さんの事務所です。そうそう、私めっちゃあの今でも YouTube 見てる方がいるね。普通に年下なんだけどさ。え、日向さんなんかチャンネル解説もみたいな、挑戦できたらみたいな書いてある。すごい、YouTuber の事務所なのかって。あ、でも普通にあのタレントさんとかも、なんだろう、モデルさんとかもいらっしゃるみたいですよ。お腹すいた今。おはようみんな、ね、寝癖でなんか前髪浮いてて、今いい感じに巻いてるみたいになってる。行ってきます、また寝て、また来てね。お仕事かな。おはよう。あ、イヤホン見つかってないね。もう探すの諦めようかな。ね、あのママちゃんと一緒に探そうと思います。でも今日ね、部屋の片付けをするってね決めたんで、そのついでにイヤホンも探そうと思います。でもとても眠いでございます。なんか今日も涙袋が爆誕してる、誕生してる。今寝起きだとここ誕生するのに、普通にいると涙袋消えちゃうの。なぜなぜ。みんな眠くない？おはよう、起きた？みんなおはよう、朝だよ、早く起きて。眠いよね。お腹すいた。ものすごく眠いよね。わかるわかる。ね、パーティー公演ないよ、ないない。なぜなぜだろうか。おはよう。赤ちゃんの今の早く起きてをアラームにしたいって。寝起きの声でいいか、もう早く起きれない。それはこんな声で言われても早く起きれない。おはよう。寝ても眠いのなぜなぜだよね。わかる、同じですね。眠いよ、めちゃめちゃ眠い。可愛く発見ありがとう。ブルーベリーヨーグルトスムージーなうて、は美味しそう。それ持ってきてくれてもいいよ。目良くなりそう。なんかブルーベリーって目にいいみたいな聞いた。おはようございます。確かにもっとがっつり起こしてほしいかもって。だよね、こんな声で言われたら多分一緒に寝ることになる。ふざびたありがとう。あ、ね、目覚まし時計のグッズっていいよね。
ハルチュンもさ欲しかったんだけどね、買えなかったね。目覚まし時計もう何でもいいからグッズ化してほしい。もうあの私の推しさんのグッズ化、目覚まし時計欲しい。でも私あれですね、お猿のジョージの目覚まし時計なら持ってるんでね、まあ嬉しい嬉しい。可愛く発見ありがとう。フライパンで叩きながら起きろでお願いしますって。多分あれだよね、配信見てる方みんなが驚くやつだよね。まあでもやってあげようかな、ちょっと今からやっちゃうね、みんなの耳が死んじゃうというか、もう配信来なくなっちゃう、みんな恐怖すぎて急にやられたらね。ウザビートありがとう。おはようございます。可愛く拝見ありがとう。みんな来てくれてありがとう。こんなに眠そうな顔してるのでも初じゃないな。なんか恥ずかしくなってきちゃった、こんなに寝起きみたいな顔。お腹空いちゃったんだけど、みんななんか食べるものくれ。おはようございます。お腹すいたちゃむ、みんなご飯を欲しいちゃむ。みんなご飯食べたね、みんなご飯食べた。なんかさはるちゃんさこれ見て、なんか変な髪がさ前に出てきてて、目かゆいかゆい。今どっかからかちょっと前髪邪魔されてる髪。ね、正探偵じゃないよ着てるの。おはちゃんです。急に恥ずかしいなんて可愛いじゃんかよって。ありがとう。本日初ちゃむです。おはちゃんね、かわいいちゃむか、うれしいちゃむ。おにぎりなう、いいな。寝坊したせいで朝ごはん抜くしかなかったって、やだ。私がちょっとやだって言っちゃった。お腹空いちゃうじゃねえか。もうすでにお腹空いてる。健康診断だから食べれないちゃむ。あ、食べないちゃむ。やだー。なんかめっちゃ私がお腹空いてきちゃったちゃむよ。通勤途中なので食べてないの。そうなの。今はるちゃんが食べたいものを言っていい？多分みんなあーってなるね。まあみんなに言っちゃダメって言われても言っちゃうんだけど、ね、納豆ご飯いいね。ね、おはよう。みんな来てくれてありがとう。冷麺パスタいいな。あーで、うわ最悪、私言ってないのに。そんなネタは通じないよ、そういうのダメだよ。はるちゃんまだ言ってない。よし、じゃあ言ってあげる。
ね、ハルチュン今マックのポテト食べたい。めっちゃ今食べたい気分。あれこれはどっちだ。ああ。お腹すいたちゃむ。ね。そうなのよ。まだ時間的に食べれないちゃむよ。なんかマックのポテト今さ、昨日の夜から食べたくなっちゃってて我慢してたんだけど、ついに限界突破しちゃった。おはん、それなんだよね。ね、食べたい。ポテト、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 ポテト。懐かしいな、なんか。マリナさんの前で納豆の話禁止ですか？了解です。おはよう。今日絶対ポテト食べるなって。そんなことないよ。はるちゃんは今日は食べないと思うって言ってね、食べちゃう。あー、お腹空いちゃった。これちょっと朝ごはん我慢して昼にマックのポテト食べたら最高だよね。サイアンドコーだよね。やばい、そんなこと考えるな。はるか、ダメだ。はるか、ポテトはダメじゃないか。我慢しなさい、はるか。でもなんかポテト食べたくなってきちゃったな。オムライス作ってくれんの最高じゃないか。うわ、いいね、オムライス。だってオムライス食べたくなっちゃうからやめてくれ。いいな、オムライス。他のこと考えろ、はるかって。だよね、他のこと考えないと。頑張れ、はるか。マックってさ、いつから、あの朝マックが何時まで？ね、朝マックって何時までだっけ？10時半ぐらい？11時半？11時ぐらい？何時だっけ？あ、10時半。ありがとう、教えてくれて。これさ、マジで我慢してさ、マック食べちゃう。やばい、そんなこと考えるんだ、はるか。お弁当でオムライス作ったの最高じゃん。ね、ちょっと鍵開けしてこよっかな、はるちゃん。散歩がてら。わかんない、はるちゃん寝ちゃってるかもしれない。寝てったら10時半超えてるかもね。それもありだな。ね、食べたくなっちゃうと思う、本当に。ちょっと買ってきてもらいたい。そんなこと考えちゃダメ。ね、ハッシュポテトだよね。ハッシュポテトも好きなんだけど、でもやっぱりなんか普通のポテトが好き。ちゅんちゅん、おはよう。って、おはようございます。可愛い子発見ありがとう。エッグマフィンもいいよね。いや、ハッシュポテトが食べたいわけじゃないの。普通のポテトが食べたいだけなので、ちょっとマックのメニュー見よう。あ、でも本当に食べたくなっちゃうな。全然違うよね。そうだよね、わかる。なんかさ、ね、なんかさ、もうやだ
やだもう。なんかマックのメニュー見てみようと思って開いたらさ、いちごのストロベリーフラッペが出てきちゃった。うわ最悪、これも飲みたくなっちゃう。やだダメだ、今ポテトのことだけ集中してたのに。ちょっと今日はマックにしよう、お昼ね。それで、ね、朝マックと夜マックってなんだ。ね、頭がいっぱいだよ、マックにやられてる。誘惑に負けるな。あ、でも朝マックもいいね。これプチパンケーキハッピーセットか、かわいいな。はるちゃんに似合ってるわ。誘惑に負けるはるちゃん。え、なんかすごい美味しそうなの出てんじゃん。スパイシーベーコンポテトパイだって。美味しそう。みんなも多分マックの気分になってきたでしょ。ふざびたありがとう、おはよう。みんなもマックの気分になった。一緒にマック食べよう。今マジお腹空いちゃったマジ勘弁してほしいごめんごめん、お腹空いちゃってる。やだ抜けないで。あ、めっちゃ配信見てくれてたの、ありがとう。いやもうマックの誘惑に負けちゃってる。岡田が CM やってるのって誰だ。岡田ってどの岡田さんですか。え、どの岡田さん。ちょっと私結構岡田さん知ってるんだけどさ、あの社長の岡田さんじゃないよね。あ、少なくバレちゃった少なくとも社長じゃないって、あ、バレちゃったわね、どの岡田さんですか。あ、 V6 さんの岡田さん。違かったみたいだ。みんな道連れ。そうだよ、フライパン叩かれるより辛いって。あ、ごめん、かわいく入ってありがとう。おはよう。芸人の岡田さん？え、芸人の岡田さんってどの芸人さんだ？ね、ちょっと待って、芸人の岡田さん、私お岡田さん結構知ってるかもしれん。え、あの芸人の岡田さんですか？あのさ、家賃が安い岡田さん、これそれとも増田岡田さんの岡田さん、ね、岡田さんって結構いるんだね、たくさんいる。え、あ、いじり岡田さん、ね、岡田さんって結構いるじゃないか。うーわお、滑るやつ、閉店ガラガラみたいな、ね、最近テレビ見てなさすぎて誰 CM してるかわからんって。え、だよね、はるちゃんもわかんない。ね、はるちゃんも
どなたが CM されてるのかわからないけど、でもなんとか話についていけてる。可愛いけど南川って言うなってこう発見って、 ありがとう。ね、あ、 YouTube で少しバズってる芸人の岡田さんって、え、だよね、その方ね、はるちゅも YouTube 見たことある。おはよう。そういえばさ、 YouTube 関連なんだけどさ、聞いてよ。私さ、昨日ね YouTube 見てて、配信終わった後ちょっと YouTube 見て寝ようと思ってYouTube 見てたわけですよ。そしたらね、なんか広告流れてきて、でスキップするのめんどくさいなって思って、そのままずっと見続けてたんですけど、なんか5分ぐらいさ流れてて、でまだね、あの流れてるわけよ CM が。で広告長みたいな、なんだこの広告って思って、こうね分数見たら残り18分もあって、ね、20何分ぐらいの広告が流れてたんだよ。ね、本当にびっくりしちゃった。え、そんな長い広告あるのって。ね、なんか普通にあの YouTube 見てると思っちゃったよ。びっくりした。なんかポケモンみたいな、ね、ポケモンかな、なんかポケモンっぽかったんだよな。なんか見ててもなんかよく分かんなかった。なんかそう、稀にあるの。そうなの、びっくりしちゃった。早っ、ってね、抜かさなかったらずっと見てることになってたんだけど、途中でスキップしちゃった。めっちゃ長かった。いや20分は見なかった、さすがに5分で長いなって思って、ね、抜かしちゃった。5分見た。だってなんか本当にあの抜かすのめんどくさくて、広告ってさ、はるちゃんにとってあの長くても15秒ぐらいだから、このまま見続けたらなんかあれだなって、なんかさスキップされないじゃん、あ、スキップされるじゃん、逆のこと言っちゃった、スキップされるから、だからずっと見てようと思ったらなんか5分流れ続けてて、ね、本当は違かったみたい。マックについてよじゃない、職場だって、ちゅんちゅんまたねって、あ、お仕事頑張ってね。もうそんな時間、あ、もう30分経ってるの、早っ。マックの話してたらめっちゃ時間経つの早かったみたいね。うざびた、ありがとうね。長いって知ってたらねすぐスキップしてたんだけどね、普通に待ってた。ナウ、ありがとう。でスキップしないと 2回連続のパターンもあるって、その時最悪だよね本当に。1回見てあーって思ったらなんか2回目流れてきたりさ、しかもなんかスキップできずに15秒見てくださいっていうバージョンもあるしさ、ね、あとどんなバージョンがある、あとないかね、それぐらいかな。だからね YouTube のねプレミアム入ってるお姉ちゃんの YouTube アカウントで見ちゃうんだけど、あ、アンケートみたいな広告ね、確かにあるね。そのさアンケートみたいな広告のさ時に流れる音を知ってるよ。
てん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 、なんだっけ、忘れちゃったな。てんもう その続き忘れちゃったね。多分共感してくれるとこのてん、わかんない、そ続き忘れちゃったな。そこら辺でもうスキップしちゃうからさ、その続きがわかんない。でも最初のさ「てんてんてん」のところら辺はあれだよね、ちゃんと見ないとスキップできないね。確かに伝わらないよね結構。いやアンケート答えてない、スキップしちゃってる。ハルチュン、そうアメチュンね、プレミアム入ってるんですよ。だからアメチュンの YouTube で見るんだけど、なんか最近アメチュンになんか「そんな履歴変えないでくれよ」って言われちゃって、おすすめに出てくるものが全部クレヨンしんちゃんになってしまって、でそれであのなんかアメチュンにね言われちゃったので、さすがにちょっと自分のアカウントで見ようと思って。ね、アネチュンのそうちゃんとそうアネチュンなんか自分のなんか見たいものとかあるのに全部履歴がクレヨンしんちゃんになっちゃって、おすすめも全部クレヨンしんちゃんになっちゃってて、そう怒られそうチュン仕様になっちゃってるの。そうちょっとね言われちゃった。そういいな、プレミアムいいね。はるちゃんもちょっと入れちゃおうかなって思っちゃってる。会社に着きました、お仕事行ってきます、またねって、また来てね、お仕事頑張ってね、ありがとう来てくれて。そう、クレヨンしんだらけになっちゃったの。そうそうね、チャンネル登録しとこうかなって思ったけど、さすがにね、アネチュンのあのチャンネルで、あのチャンネル登録は迷惑かなって思ってしてないんだよね、まだ。クレヨンしんちゃんやめといてる。そう、隠れてアネチュンので YouTube 見ててもおすすめでバレちゃうのねって。そうなんだよね、内緒で見ようと思ってたんだけどね、バレちゃって。可愛く発見ありがとう。え、やば、え、なにこれねえ、なんかさびっくりした。え、なんかさアネチュンさテレビに接続してるからさ、 YouTube のチャンネルだからさテレビで見てたんだけどさ、なんかついになんかパスワードを送ってくれたんだけど、これでログインできるよだって。今ね、待って、プレミアム入ってんじゃん。え、チャンネル登録よろしくって言われた。これクレヨンしんちゃん見ていいっていうことだよこれ。え、待って、優しい。っていうかアネチュン配信見てるの、あれ仕事はね。うわー優しい。ちょっと今からちょっとチャンネルログインしちゃおうね。本当にびっくりしちゃったね、大好きって送っとこう。ね、お姉ちゃん神だわ。これでもうこれからも広告見ずに YouTube 見れちゃう。 YouTube 不明なログインで通知いきそうって。確かに、ちょっとはるちゃんの携帯にログインしちゃおう。ログインね、神ってるわ本当にね。
でもはるちゃんの YouTube チャンネルもちょっと一度撮っときたいんだよね。普通にチャンネル登録してる方がたくさんいるからさ。え、これってチャンネル登録者ってさ、なんでこんなに黙ってんの？チャンネル登録者ってさ、どうやってさ数えられるの？これ人数わかる？これってなんかめっちゃなんか大量に出てくるんだけど。おはよう、よかったねって、嬉しい、ありがとう。ね、これどうやって人数、可愛く拝見ありがとう。ね、可愛く拝見ありがとうございます。 YouTube かな。でもはるちゃん YouTube さ、あれなんだよね。あれ、何これ、何これ、やめてくれ。なんか YouTube さ、 Yahoo で調べて、それをさ、あれなんだよね、それで見てるんだよね。アプリバージョンで見ようとしてないんだよね、普通に。なんかアプリちょっと好きくなかった。仕事行くね、またねって、また来てね、ありがとう。いってらっしゃい、お仕事頑張ってね。なんかね、ヤフーバージョンをちょっとバグらせるとね、ちょっとバグらせるというか、ちょっとなんかある、なんかちょっとねバグらせると、なんか画面を、なんか画面見ながら YouTube 見ながら他のことができちゃうんだよ。だからね、アプリではそれできないので、ヤフーの方が好きなんだよね。そう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 、そんな感じ。それそれそれ。ブザービートありがとう。可愛く拝見ありがとう。今チャンネル登録、これアカウントのホーム画面に登録者数出てこないかなって。どこだろう、どれだろう、わかんないな。ちょっと難しかった。はるちゅん今日寝落ちしてたんだけどさ、あ、そう、スマホでの話。はるちゅんなんか寝落ちしてたんだけど、 YouTube 見ながら最後に再生されてるのさ、ね、あれだよ、サッシーさんの10分パッキング見てた。自動で再生されてたみたい、ね、プレミアム限定だった気がするんだけど。え、そうなの？私あれバグらせて、あのなんかやっちゃってたんだけど、すごくないじゃん、ね、裏技あるんですよ。そう、携帯ちょっと、じゃあ私すごいことやってたんだ。おはようございます、ブザービートありがとう。そう、サッシーさんの YouTube 見てた。ダメちゃん、味方、チャンネル、あ、そういうことね。
チャンネル登録者数を確認。違うな、これは私がチャンネルの、自分がチャンネル登録してる何人だろう。キタリエさんのレストランの YouTube めっちゃ面白かったよって。あ、そうなの。ね、私が何人チャンネル登録者、あ、チャンネル登録してるか。ね、そう、どんな人登録してるのかみたいな。あ、難しいわ。難しい。ね、誰かわかるかなって思ったけど、多分わかんないよね。電源消しても音楽聴けるし、別のやりながら YouTube 見られるよってお姉ちゃんから言われた。え、めっちゃいいじゃんプレミアムって。そんなことあるの。ありがとう、本当に感謝、感謝してる。そうなの。パソコン版で、パソコン版で見るの。そう、サファリ。パソコン版、どうやってパソコンにするんだっけ。正義の味方じゃないよ、私の心に。ブザービートありがとう、おはよう。ねえ、姉ちゃん神だ。なんかさ、どっかにさ、パソコン版にできるよね。むずっ。なんやこれ、毎回わからなくなる。ちょっと、おはよう、かわいく発見ありがとう。押して。
から左デスクトップ、できた。え、ありがとう神じゃん、神すごーい、ありがとう。ね、今困り顔キュンって言われちゃった。今左側チャンネルの下の方、これなんかちょっと、あった、え、ある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 、ちゃん登録チャンネルあったあった、え、1237個表示されて他244件だから何個、え、どういうこと、そんなにチャンネル登録してんの私って。251っていうこと、え、え、そんな、え、 251？ やばっ、そんなことある？私そんなに気に入ったチャンネルしか登録してない気がするんだけどな。ね、把握できない。え、なんか知らない人もチャンネル登録してんだけど。誰だろうこの方。あれ、ちょっと固まっちゃった。すごくない？じゃあはるちゃんめっちゃチャンネル登録してるね。どんだけ気に入ってるねんって。あ、でもね、なんかあれだよ、たまにさ TikTok とかさ原宿とかでさチャンネル登録してくださいとかさ言われるじゃん。その時さしてあげてるからさね、だからめちゃめちゃ知らないチャンネルがいっぱいある。お気に入りゲーム実況が多いかも、とかアイドルさんとか、ね、どなただろうこれ、ね、全然知らないなんか小学生みたいな YouTuber登録してる。あ、本当だ。え、なんかさずっと前にさ好きだったさゲーム実況者さんとかも登録してるからめっちゃ多いわ。え、懐かしい、見てたわ。うわ懐かしい、誰だこの方、誰、エモい、エモい、エモいけど誰か本当に分かんない。だってチャンネル登録者数330人の方もいる。え、誰だ、え、これは誰だ、え、すごいびっくりなんだけど、チャンネル登録者数72人の方もいるんだけど、え、誰これ、本当に知らない方チャンネル登録してる。
なんでチャンネル登録したのかな。子さんだね子さんだよ。え、どうなったって。え、整理しよっかな。その、あ、その方が あのバズった時の子さんアピールするよ。でもなんかさ、あれだわ、全然知らない方もたくさんいるね。多分あれだよ、TikTok とかに流れてる方、チャンネル登録してる時もあるからさ、今配信してない人もいるのだよって、多分いると思う。なんでチャンネル登録したのかなっていう方もいる。要するに DD ってことかなって。なんでそんなこと言うねん。ね、そんなことないよ。おはよう、ね、すごいわ、ありがとう教えてくれて。これはビビる。ちょっと後で整理しとこう。箱推しです、私は。ね、誰だろうこれ。動画出してないのにチャンネル登録してる人もいるんだけど、怖くない？え、誰この方。私誰をチャンネル登録してるんだろう。動画はありませんって。私誰チャンネル登録してるのか分かんない。お礼に愛くださいって。あ、わかりました、ラブ。消去したの？削除したの？削除しちゃった？そういうこと？そういうことかな。確かにそれあるね。後で整理しとこう。ちょっとね、多すぎるね、さすがに。でもどんどん追加していきたい気持ちもあるね。やばい、携帯固まっちゃった。ね、何もできてないけど愛くださいって。ちょ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 、あ、もう8時だ。もうみんなお仕事行く時間だよね。はるちゃんももう寝る時間だよね。登録者自分の5倍だし、あと4人は押し増ししてもいいってことだねって。やばい、そういうことになっちゃう。ちょっとはるちゃんランキング読んで部屋の片付けしようかな。携帯固まっちゃったし、会社に着くよねやっぱり。じゃあちょっとランキング読むね。ラジオ体操始まってしまうって、やばい。寝る時間じゃないよ、まだ寝ないよ。部屋の片付けするんだよ、イヤホン探しの旅へ。それではランキングいきます。13位からいきます。13位、佐藤くんちゅん、ありがとうございます。12位、ルディエカちゅん、ありがとうございます。11位、はるちゅん、ありがとうございます。10位、けんじちゅん、ありがとうございます。9位、ごちゅんぬまちゅん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 、ありがとうございます。8位、ちーぼーちゅん、ありがとうございます。7位、さかいぬましいちちゅん、ありがとうございます。6位、音速の貴公子ちゅん、ありがとうございます。5位、ギバちゅん、ありがとうございます。
4位サバサンドチュンチュンチュン、ありがとうございます。3位ビールバレチュン、ありがとうございます。2位ケイトシチュン、ありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルルン、イチローナーバイチュンです。ありがとうございます。ありがとう来てくれて。それでは今日も一日頑張りましょう。旅へ行ってらっしゃいって、あ、行ってきます、おやすみなさいって、あ、みんな私にね、私に向けておやすみって、私二度寝すると思われてる。まあするよね、さすがに多分。おやすみ、おし、あ、お掃除頑張っちゃうって、頑張ります。夜もできたらやる感じちゃうもんね。頑張ろうね。ポテトの旅も頑張っててありがとうね。また来てね。マクド行っちゃうかもしれないね。おやちゃむ、あ、待って、みんなありがとう。お仕事頑張ってちゃむ、またね、バイバイ、じゃあね、頑張ってね、バイバーイ。